NRI ボイス、こんにちは、サシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えし、さまざまなビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのは NRI 研究理事未来創発センター長桑津幸太郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。桑津さんにはポストコロナ日本の産業社会経営はどう変わるかというテーマで4回にわたってお話を伺ってまいりましたが、いよいよ最終回です。テーマは何でしょうか。はい、今回のテーマは特に経営者が留意すべきことです。 NRI Voice NRI Voice。 改めましてお話を伺っていくのは NRI 研究理事未来創発センター長の桑津幸太郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、前回まではですね、まあ、課題も含めて、そしてそれをコロナ以前はどうだったのか、そして今コロナ中はどうなのかというところを押さえてきましたけれども、最終回はこれまでのお話を踏まえつつ、じゃあ経営者は事業にあたってこれからの時代何に、まあ、留意、つまり何に注意をしなきゃいけないのかというところを伺っていきたいと思うんですけれども、まさにこれが今回のポイントになるわけですね。はい、経営者であればですね、いろんなことを認識もうすでにされている方も多いと思うんですけれども、現状においてのリスクって何なのかということをちょっと踏まえておいた方がいいかなというふうに思うんですが、今その留意すべき点というのはどういうところなんでしょうか。はい、いくつかあるんですが、特にこう日本企業において気をつけなくてはいけないのは、はい、デジタル化におけるこう日本企業のこう癖といいますか、はい、日本市場でしかできないデジタル化っていうのが実はよく落とし穴として指摘されています。はい、まあ、単刀直入に申しますとですね、日本人同士で集まって考えると導かれてきたデジタル化の解決策がちょっとグローバルとずれてるということです。まあ、代表例で言うと、はい、まさにこのコロナで増えてます宅配便がいいかなと思っています。世界中でですね、日本に限らずこう宅配便が非常に増えています。はい、で結果問題は起きています。まあ、どういうことかというと、配達したけどそこに人いない、うん、だから持ち帰る、うん、二度手間になる、うん、ってことで宅配便の持ち帰り問題っていうのはものすごく大きな問題になります。はい、で日本企業がこれに対して出してきた答えっていうのが宅配ボックスです。はい、つまり宅配便があれば箱の中に入れて鍵かけて、うん、これで帰ればいいよと。まあ、そうですね、冷凍宅配とか冷蔵品とかちょっと別ですけれども、一般的な宅配はそれでいいじゃないというモデルです。はい、ところが諸外国においては全くそういう検討ってあんまされてないんですよ。まあ、ボックスもあります。はい、だけどアメリカ等ではですね、皆さんもウェブ等でご覧になられたかもしれませんが、ドローンで荷物を運ぶっていうモデルになっています。はい、つまり日本は配達しようとした時に人がいなければそこの箱に入れて帰ってくればいい、うんうん、アメリカはドローンで配るというふうになっています。どうしてこういう違いが出てきたのかってことなんですけれども、はい、実は日本においてもドローンの運ぶ実験とかって千葉とかでやられているんですね。でこの時アメリカのこうアマゾンの担当の方がどうも日本に来ておっしゃったのがですね、日本側の担当者は宅配ボックスに入れろって言ったんですよ。うん、とするとアメリカの方はそこに物があるって、付加価値のあるものがあるって分かっていれば必ず盗まれてしまうだろうと、うん、だから宅配ボックスはダメだっていうふうにおっしゃいました。うん、何を言ってるかというと、ボックスを置いても比較的安全な日本においてはボックスはソリューションになるんですけれども、多くの国、まあ、担当直入に言うと日本以外のほぼ全ての国は危険なわけですよね。うん、だからドローンで配った、その人がいる時にドローンでさっと行って帰ってくる方がいいよねっていう、物を置きっぱなしにしたらすぐ盗まれちゃう、盗まれちゃうっていう国です。うん、まあここがまずその何か我々からするとドローンで運ぶまあできなくはないけどコスト高そうだなみたいな方にもすぐこう思っちゃうんですけど、置いてきゃいいじゃん、ポイントがずれてるわけですね。つまり日本においては安全でできるんだけど他の国においてはできませんよっていうモデルがあって、やはり日本人だけで集まっちゃうと、なんかこう日本にとって適したモデルかもしれないけど全世界的にあんまりこう汎用性がないって言いますか、通用しないモデルが時々できちゃうっていうのが日本のモデルで一番気をつけなきゃいけない1点目なんです。なるほどね。他にも2点目ってのはあるんですか。ありますね。先ほどの宅配に続いてもう一つ大きなデジタル化のターゲットはコンビニとかにおける無人店舗です。はい、つまり夜間労働とかが大変になりましたので24時間労働できない、うん、その分は自動化機械で無人化してやりましょうよという議論になります。はいはい、まあ、これはアメリカのアマゾン GO とか非常に有名なモデルがたくさんありまして、すでに先行して進んでいます。無人化の店舗ありますね。ありますね。で無人化の店舗において有人の店舗と比べると一つ特徴があります。置いている商品の数がすごく種類が少ないです。例えば水銀ボタン電池のようなちっちゃいものや鉛筆みたいなものはあまり売っていません。はい、これは理由があります。というのは映像で認識するか重量センサーで検知するかは別にして、はい、担当直入に言うとちっちゃい商品はテクノロジー的に売りにくいんですよ。認識できない、これの商品だって正しく認識できないわけですよね。はい、
ですからテクノロジーがもっと進歩しないと非常に今のコンビニと同じだけの品物を全て無人店舗で売ることができないんですよ。これは何を買ったかっていうのが判断できないのと盗まれた時にわからないっていうことと似てるんですか？全部です、はい、ですので非常にちっちゃい商品っていうのは今の無人コンビニ店舗では非常に売りにくいなってます。でここでまた日本と欧米では、まあ、あれ欧米と中国というべきですねは考え方が違っていて、日本の場合ですね多くの経営者の方はお客様は神様であると、うん、したがって無人店舗においても有人店舗と同じだけの商品が同じように売れなくてはいけないっておっしゃいます、まあ、その通りですねと。だけど今の技術ではできませんとするともっと研究開発コストを投入してできるようにしなさいと、うんうん、できるようになれば無人店舗していいですよというふうになります。でもこれはテクノロジーの開発をしている方ならご存知のようにですね今できないのって相当時間かかってお金かかっちゃうわけですよね、うん、場合によっちゃ5年、ひょっとしたら10年かかるかもしれない、はい、それまで今のまま有人店舗をずっと続けるんですかっていう議論です、うんうん、で一方で長くなりましたが中国やアメリカのアマゾン GO はみんなそうなんですけどそもそも商品を変えています。つまり、うん、映像やセンサーで認識しやすい商品だけを売ってます。それと売れ筋を合わせてまして、はい、ちっちゃいもの売ってないんですよね、うん、ですから日本の経営者からするとお客様は神様ですっていうことにこれ反してるわけですよ、うん、だけど向こうの経営者からするといや合理的な選択だと今ある技術で作ったんだから今売れるものを売るべきなんだっていうことで、はい、これもどっちが正しいじゃなくてどっちも正しいんですよね。だけどおかしな話で人がいなくて一番困ってるのは日本企業ですよね、うん、アメリカや中国は移民連れてくればいいじゃないですか、はい、たくさん人いるんですから、うん、彼らですらそういうふうにテクノロジーの制約に従ってビジネスモデル自体をこう枠をはめたりあるいは限定したりするっていうようにこうなんていうかね過剰な目標設定とたくさんのお金を必要としない範囲でビジネスモデルを作ってます、うんうん、我々は今あるビジネスがすごく重要だ今あるお客様今ある商品を絶対変えてはいけないんだお客様は神様なんだっていう考え方に固執する経営者の方が多くてですね、うん、結果としてデジタル化がすごく遅れるやろうとしてもお金ものすごくかかっちゃうっていう風になってましてコストもそうですしその費用対効果っていうのを考えた時に非常にこう理想を追求すると時間がかかって費用対効果は非常に低いと、うん、今ある技術であれば7割方いけるとつまりペットボトルのお茶とおにぎりとお弁当だとカップラーメンと少しお菓子があればかなりの部分はカバーできてるわけですよね、まあ、大体そのものしか買わない買ってないたまに違うものを買うという感じですもんね、ですからこの頻度とかを考えたら大半のものは今の技術でできちゃうだけど全部ができるまでやらないっていうのが非常に大きな日本企業の抱えているリスクなんだと思いますね。これでも世代間格差もありそうですね。若い人たちはいわゆるスマホのアプリのアップデートに慣れてるから要するにバージョン 1.0 から 100% を求めない世代だと思うんですけど本質を突かれていると思いますね、つまりそのバージョンアップっていう概念自体が実は世代間によって結構差があってですね、うん、昭和よりちょっと前の今の経営者の上の方の方々はバージョンアップしていくビジネスモデルってあんま考えられないわけですよ、うん、要するにちゃんと作って完成形をずっと維持するっていうモデルになってますので、はい、まさにおっしゃるようにその徐々に良くなっていくよっていうビジネスモデルをマネジメントするノウハウが、まあ、経験かなそもそもなかったっていうところはあると思いますよ、うん、でかつまあ金華玉城でお客様神様ですって言われるや、うん、これってその絶対的な言語で要するにそのなんか取引できないわけですよ 1% 削ってくれとかね 3% 我慢してくれっていう議論が基本できなくなっちゃってる、うん、100か0かだから100か0なんですよ、うん、それはもうなんていうかこの今のこうデジタルにおいてデジタルだから1か0かってよく言うんですけどいやそうじゃなくてデジタルビジネスは成長していくモデルなんで、うん、そこをこうアローアンスと言いますか許してくれないとモデルが成立しないじゃないっていうのがデジタル化においては重要かと思います。なるほど。もう一つ、まあ、日本特有とも関連してくると思うんですけどセキュリティ面、まあ、日本で求められるものと海外で求められるものもちょっと変わってくる気もするんですけどもこの辺はどうですか？はい、先ほど申しましたように日本は実は社会的にはセキュリティ環境としては非常にまあ恵まれているつまりあまりリスクの少ない環境、うん、ゼロではもちろんないんですけど諸外国に比べればいいかなと思います。ただ忘れてはいけないのは自動化と無人化によってリスクは変わるっていうことなんです。例えば電子マネー、はい、皆さんも相当使われるようになってますが例えばお隣の中国なんかはほとんど電子マネーのみになってますよね、はい、これによって面白い状況が起きていておそらく中国においてはデータを見てみますと強盗の事件がすごく減ってるんですよ。で自動販売機がすごく増えてます。これは何を意味するかっていうと現金がなくなったことの効果なんです、はい、つまりちょっと不適切な言い方かもしれないんですが強盗からするとですね人間を襲ってもそこにお金はないんですよ、うん、盗むものがないから、はい、で昔自動販売機ってよくいたずらされてたと思います、うん、でも自動販売機のいたずらっていうのは中の商品が欲しいんじゃなくてお金のボックスが欲しいわけですよね。あそうですよね。別にジュースを取るために、ジュースを取るために盗む人はあんまりいないんですよ、はい、で中国の自動販売機は全部電子マネー対応になっちゃったんですよ。ってことは
金属バットで自動販売機を潰してもそこにお金はないんですよ。そこまた盗むものがないわけですね。ないです、うん、ってことは安全なんですよ、うん、つまりデジタル化っていうのがすごくセキュリティのうち物理的なリスクはかなり減っていくっていうのが分かってます。これは別に中国だけじゃなくて日本もそうなります。デジタル化で電子マネーの普及がすごく進んで、かつまあ自動販売機的なものっていうのの比率が増えていくということで、うん、物理的なリスクは下がるんですね、うん、で一方でじゃあいいことだらけですかっていうと逆でして、はい、詐欺リスクが増えます。例えばなんですけれども、これも中国の事例なんですけれども、はい、パン屋さん の無人販売店舗みたいなのがあってですね、はい、これは自動販売機じゃなくてトレイの上にパンを乗っけて、これを上から写真撮って画像認識でこれアンパン150円とかこれジャンパン200円って認識して計算してくれるものがあるんですね、はい、でこれが出た時にある方々っていうのは同じパンを縦に2個3個と重ねたんですね。あ、そうか、上から撮ってるからパンが1個になるんですよ。立体には見れないと、見えないと、はい、だから今はもう横にカメラがついていてそれなくなったんですけど、はい、これ何を言ってるかっていうと、よく自動化無人化っていうと人間性を圧迫する阻害するってイメージがあるんですけれども、自動機と無人機からすると人間の方が悪いやつなんですよ。悪いことするのは人間なんですよ。ズルするのは人間だと。自動機はそんなひどいことしないんですよ。、はい、ここがポイントでして、今までセキュリティっていうのはなんかこうハッカーがコンピューターに侵入するみたいなイメージじゃないですか。これから自動化とか無人機がどんどん進んでくると普通の人が悪いことするんですよ。なるほど。つまりリスクとしてこれも中国で出てるんですけど、詐欺が増えるんですよ。これまでのリスクっていうのは物理的に奪うリスク、今のリスクっていうのは騙すリスクなんですよ。騙し取る、うん、そのリスクがすごい勢いで増えてまして、まあ、実際詐欺の単価がすごい勢いで上がってきてる。つまりこれからのデジタル化においては壊されることよりも騙されることのリスクがすごく大きくなってくる。同時にこれは日本にとっていいことだと思うんですけど、こう無人機自動機っていうのは悪意ある人間にとってはすごく弱い脆弱なんですよね、はい、それやめろとか言えないわけですから、うんうん、ひどいことをされたらそのままの状態がずっと続いちゃうわけでして、はい、そういう面で、まあ、日本は比較的こう悪い人がいないよっていう前提を置きたいと思ってるんですけど、うん、別に 100% 全員が善人じゃないので、やっぱり自動機無人機が一定のリスクを抱えているっていうのもこれは否定できないところです。ポイントはリスクがデジタル化によって物理のリスクから詐欺のリスクに変わるっていうところは、これは結構大きな話になると思います。じゃあ経営者は何に留意すればいいんでしょうかね。単刀直入に言うとリスクの形が変わるっていうことですよね。ですから今まではこう盗まれないっていうためには囲っちゃえとかですよ、うん、人が見張れって言ってるわけですけど、これに対してそうじゃなくて騙されるかもしれないっていう議論じゃないですか。ことは先ほどバージョンアップする仕組みって議論がありましたよね、はい、これとまさにその通りなんですよ。つまり最初は上からカメラで撮って縦に重ねているパンが1個と間違えちゃうかもしれないけど、横にカメラを置くことによってそれを検知するっていうように、どんどんこう自動機を成長させていって追っかけっこするっていうのがずっと続くんですよね、うん、ですからあんまり救いのない話だなと思われるかもしれないんですけど、これも僕ある意味おっしゃっているバージョンアップが続いていくっていうのがこのセキュリティ対応の一つの肝になると思います。そうすると導入するっていうまずその勇気みたいなところが経営者には求められてくるんですかね。おっしゃる通りですね、うん、そこが、早く導入できるかどうかによっても企業に影響してくるかもしれませんね。桑田さん、全4回にわたってポストコロナ日本の産業社会経営はどう変わるかというテーマで伺ってきましたけれども、まあ、本当に、この4回で、まあ、以前どうだったのか、今どうなのか、今後どうなっていくのか、そしてそれに対して何を気をつけなきゃいけないのかというところで伺ってきました。まあ、このまとめとしてですね、新型コロナウイルスによって働き方、技術、社会どのような影響を受けてきたのか、そしてどのように、この先向かっていくのかということでまとめて一言いただけますでしょうかね。はい、コロナは我々の社会の行動を大きく変容させました。ポジティブな面から言うとデジタル化を10年前倒ししたと思います。そしてこれは過去から続いているデジタル化の流れっていう観点で見ると日本社会にとっては悪いことではなくて、はい、むしろこれを機会にみんなが一斉にデジタルに習熟できるようになったっていう面でポジティブに捉えるべきです、はい、ただ残念ながらコロナっていうのは生物の問題でありますので、うん、これは薬ができる、もしくはワクチンができるのを待つしかないわけですよね、はい、ただそれに対して対策をいろいろ打とうとして考えると個人のプライバシーも含めたデジタル技術の活用っていうのが重要になってきて、おそらくそこがワクチンと同様に同じぐらいの重要性を持つと思っています、うん、で、ただ企業の中もしくは社会全体において今回のデジタル化による前倒しをいいことだと捉えるべきなのか、いやあれは緊急事態宣言だからやったわけで、緊急事態宣言が終わったんだから元へ戻せっていう意見はこれからもずっと続く。コロナ自体が解決するがどうなるかっていうのが非常に不透明な状況が続いている以上ですね、どっちか一方だけで全ての問題を解決することはできない、非常にこう
ちょっとストレスたまるかもしれないんですけど、いわゆるポストコロナ、ウィズアフターコロナの前向きな対応と昔からある課題っていうのを両睨みで対応していくことが今必要になってくると思います。でそれが典型的に言うと働き方が進んで、でかつバリューチェーンはかなり細分化されそうだと。で課題として一番難しいのは営業、特に対面接触の営業における新規営業、これをどうするんだと。ただデジタル化による答えのアプローチは一つ見えてきていて、ここについては出会い系であったり、あるいは展示会っていうようなものをネット側に移すよっていうことでかなり補完していくんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、で経営者が気にしなくてはいけないのは、もちろんそのコロナ対応デジタル化両方あるわけですけれども、コロナに関しては経営者の方からしてもやっぱ不透明な状況は続きますよねと。で新状態派、つまりこれを前向きに捉えようっていう議論と、いや復興派だと元へ戻るんだっていう議論、両方は睨んでいて結構なんですけど、私どもが見ている限りにおいてはむしろコロナは黒船と捉えるべきなんだろうなと、うん、これによってテレワーク等が入ったわけですから、これを前倒しに進めておけば元へ戻すのはできると思うんです、うん、だけど先に戻してしまってうまくいかなかった時にもう一回やれっていうのは厳しいねと。だからリスクを考えた時には私は新状態派の方に今ポジションを置くべきなんだろうなと思っています。それが結果的には企業の経営リスクをすごく減らす方向に向かうと思います、うん、その過程において、デジタル化、前からずっとこう人手不足だなんだっていう話があったわけですけれども、ここの日本人だけで考えるリスク、つまり日本でしか通用しないソリューションを作っちゃうリスクですね、それからお客様は神様ですって言ってこれまでと同じビジネスを維持しようってすることから不経済性がすごく出ちゃうよっていうリスクで、リスク自体がいわゆる物理的な破壊とか窃盗っていうリスクじゃなくて詐欺というようなこう騙されちゃうよっていうリスクがデジタル化において大きな問題になるよ。このあたりがおそらく経営者として気をつけておかなくてはいけないところかなと思います。はい、いろいろありましたが、この、機会をですね、チャンスと捉えて、いる人たちにはビジネスチャンスも訪れるのかなというふうに、感じました。桑田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。サシャナビゲートでお送りしてきました NRI ボイス、4回にわたってですね桑田さんにいろいろと解説いただきましたけれども、本当に現状悩みも多いし出口が見えないというところで不安も多いのは、経営者であってもそして一市民としても同じなんですけれども、コップの水が半分もあると見るのか半分しかないと見るのか、もっと見て、ビジネスチャンスに変えていける、そういうふうに今後は、過ごしていけたら、いい解決策も見えてくるかなというふうに、希望の持てる4回でございました。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI ボイスで検索してチェックしてください。 NRI ボイス、このシリーズでは全4回桑田幸太郎さんにお話を伺いました。ナビゲーターはサッシャでした。ではまたお会いしましょう。さようなら。